ビータローザとは、日本の競争馬である。主な優勝競争は、ラジオ単波賞、セントライト記念、中山金牌。馬名はイタリア語で、バラ色の人生の意。俗に、バラ一族と呼ばれる血統の出身であり、ハンアネにデイリーハイ3歳ステークス優勝馬ロゼカラー。全兄に重賞を5勝したロサードがいる。一口馬所、クラブサンデーレーシングの所有馬。 一口200万円、募集総額は8000万円という高額だったが、2002年9月のデビュー以来、5戦、連続3着など勝ち切れず、初勝利は8000目の翌年4月と非常に遅かった。しかし、ここからに連勝すると、一戦を挟んで出走した DE 競争、ラジオンパ賞で、先行作から抜け出して勝利し、重賞初出走初制覇。 成果の休養を経て臨んだセントライト記念では早めのスパートから逃げる西のシンフォニーを4分の3馬身らえ重賞に連勝を果たしたその後は GI 初出走となったッカ賞で7着重賞2戦で連続5着という成績で3歳シーズンを終える小馬となって以降は4歳2戦目に出走したオープン特別競争大阪 ハンブルクカップを境に、重賞で抗争を続けながらも勝利からは遠ざかった。再び勝利を挙げたのは6歳初戦に出走した中山金牌で5着までが一番震災内で入選という混戦から花さ抜け出し、約1年8ヶ月ぶりの勝利で重賞3勝目を挙げた。しかし、これが最後の勝利となり、以降はローカル開催の中距離重賞を中心に出走し、 入着を続けた。2008年8月24日に出走した札幌記念7着を最後に競争場を引退。サンデーサイレンス系の決闘が注目され、2009年よりイギリスサフォーク州のランウェイズスタッドで種ボバ入りした。2010年からはイタリアシエナのアレバメントルナッチーの市の牧場でつなぎようされ、現在に至っている。父サンデーサイレンスについては、 同馬の子を参勝のこと。母はフランスで一勝。ヒーババリバークイーンは1976年のフランス戦ーに3クルー大賞を制している。メイに10勝2勝を挙げ、GI で3度の2着があるローズバド、おいに10勝3勝のローゼンクロイツ。重視にフッツ g サディゼルボワール賞優勝馬コミラがいる。ありがとうございます。